さ。からくり。カラクリズツツ使え。皆の衆、分かっておるな。来たるべきは芦名存亡の戦。一心様、そして芦名の民のために命を捨てて参ろうぞ。我らこそ芦名。
狼殿、では Yeah!
エマ殿、あれは一体何なのです？落ち水、そう呼ばれています。あれがアシナの秘策だというのですか？はい、飲んだ者は生中には死なぬ、いえ、死ねぬようになります。そして落ち水もまた。その源は流飲にあるというのだな。はい、エマ殿、私には流飲が尊いものだととても思えぬ。おじい様のご様子はどうだ？一心様は命を保っておられるのが不思議なほどです。そうか。巫女よ、もう一度言う。不死の契りを俺と結べ。できませぬ、源一郎殿。たとえひとたび敗れるとも、命を賭し主を必ず取り戻す。それが我が忍びなれば。お迎えに参上いたしました。今しばらく
お待ちくだされ。なるほどな。貴様を殺しきらぬ限り留飲を我が手にはできぬ。参る。死ぬ。再び間に合う。
見事だ、巫女の忍びよ。惜しいな。主を変えるつもりはないか。ザレ言。ザレ言だと。このアシナを守るためならば。どのような異端の力であれ、従えてみせる。友への雷、見せてやろあなたが勝ったのですね。お主。争うつもりはありません、巫女の忍びよ。源一郎殿、もしや落ち水を。アシナは、この国は俺の全てだ。そのためなら俺は人間をやめよう。死人帰りか。ようやく主の命を果たすことができました。礼を言います。お主は一体誰に仕えている？アシナ一心私は一心様に仕えるクスシです。何故助けを命じられたのだ？一心様は竜院の力を望んではおられません。故に九郎様をアシナより逃がそうとした。はい。井戸底への文、あれもお主か？その通りです。ただ
私の任はこれまで。あなたにはまず会うべきお方がいるはずです。九郎様は開花に。参上いたしました、我が主。うむ、よく来てくれた。参りましょう。アシナを脱さねばなりませぬ。狼よ、我が血は、竜印は人を死なぬようにする。そなたもそうだな。はい。私はそなたを救いたかった。時を戻せたとてきっと同じことをするだろう。だがな、死なぬというのは、よどみを生む。不死のちぎりも、落ち水も、竜害も皆そうだ。人としての生き方を歪めてしまう。私は、竜印の不死が生む、よどみの連鎖を断ち切りたい。狼よ、それを手伝ってはくれぬか。できませぬ。巫女様をお守りすること、それが我が父より課せられし掟なれば。そなたは私を救うため幾度死に、そして蘇ってくれた。二度か、三度か、あるいは数え切れぬほどなのか。巫女様をお守りするためならば幾度でも。そなたを不死の永劫の任に縛りたくはないのだ。狼よ、共に不死立ちをなしてくれ。ギョイ。ありがとう、狼よ。不死立ちについてだが、根拠のない話ではないのだ。狼よ、これを。このアシナの城に残されていた古い記録だ。宣教の神なる竜の涙。ああ、その竜の涙というものがあれば、おそらく我が竜印を断つことができる。しかし、宣教とは一体。うん。狼よ、そこにある香炉を見てくれ。とあるお方がお持ちだったものだ。この香炉は、かつてこのアシナの城には私とは別の竜印の巫女が暮らされていたと聞く。巫女の名はタケル様。この香炉はその方にゆかりのものだ。そのお方は今は亡くなられて久しいようだ。源の好機まといて戦況へ帰る、そう言い残されたとか。つまり源の好機、それが戦況に行き着く鍵ということ。おそらくは。狼よ、まずはそれを解き明かそう。